TDR さんは中町屋のアサイーボウルを実食。その味は？8月22日、YouTuber の PDR さんが炎上中の中町屋のアサイーボウルを食べたら予想以上にヤバかった。という動画を公開しました。中町屋さんがプロデュースしたアサイーボウルショップアイラブアサイーが原宿にオープンし、SNS では内装が好評でしたが、味や価格に対する批判は多く寄せられました。PDR さんも実際に訪れ、アサイーボウルを試食しましたが、凍っていて食べにくく、味も普通で、価格に見合わないと感じたそうです。最後に、他の店をおすすめすると述べました。みんなの反応。あい、アサイー、マジでヤバすぎ。高いし美味しくないとか最悪じゃん。PDR さんの正直なレビュー、やっぱり信頼できるね。次は何を食べるのか楽しみ。PDR さん、正直すぎて笑ったけど、1900円でそれはないわ。中町屋のアサイーボウル、マジでヤバすぎ。高いし美味しくないとか最悪。中町屋のアサイーボウル、値段高すぎて味も微妙と格差入るわ。あい、アサイー、値段高いし味も微妙って、もう行く気失せるわ。中町屋のアサイーボウル、値段高すぎて味も微妙とか、マジありえないんだけど。あい、アサイーとか草、1900円でシャバシャバとかさぎやんけ。PDR さんのレビュー、めっちゃ辛口でウケるけど、正直すぎて笑えない。はい、浅井、期待してたのにがっかりだわ。1900円でこれはないっしょ。PDR さん、正直すぎて草。中町の浅井、やっぱり微妙だったか。中町屋の浅井ボウル、話題性抜群で原宿の新名所やん。浅井ボウル、話題性抜群、中町屋さんの挑戦に拍手。PDR さん、勇気あるレビューありがとう。でもアサイーボウルはもう食べたくないな。アサイーボウルがそんなにまずいならもう食べたくないよ。批判も多いけど話題性は抜群だね。次は改善に行きたい。あい、アサイー、値段高すぎて草、味も微妙とかだれとくやねん。アサイーボウルがシャバシャバで高すぎるとか、もう行く気失せるわ。中町屋のアサイーボウル、マジで高いしまずいとか最悪すぎ。中町屋のアサイーボウル、マジで期待外れすぎて泣ける。高すぎるし。中町のアサイーボウル、シャバシャバで高すぎるとか草生えるわ。中町さんのアサイーボウル、話題になっててすごいね。次はもっと美味しくなるといいな。中町屋のアサイーボウル、値段高すぎて味も微妙。行く価値なし。中町屋のアサイーボウル、期待外れすぎて笑える。高すぎるし味も微妙。中町屋のアサイーボウル、挑戦する姿勢が素晴らしい。次回に期待。中町屋のアサイーボウル、1900円でこのクオリティはマジでありえない。中町屋のアサイーボウル、全然美味しくないし高すぎるよ。 PDR さん、あのアサイーボウルに中指立てるとか草、やっぱりヤバかったんやな。アサイーボウル、シャバシャバで濃すぎ、全然美味しくないし、がっかりだよ。中町屋のアサイーボウル、値段高いし味も微妙って最悪だね。 PDR さんの正直なレビュー、面白くて参考になりました。アサイーボウル、見た目はおしゃれやし、話題性も抜群やん。アサイーボウルめっちゃおしゃれで美味しそう。行ってみたいな。 PDR さん、正直すぎて笑った。アサイーボウル、そんなにヤバいのかよ。 PDR さん、そんなにまずいなら食べなくてよかったのにね。 PDR さんのレビュー、マジで笑った。中町屋のアサイー、ヤバすぎでしょ。中町屋ちゃんのアサイーボウル、批判多いけど挑戦する姿勢が素敵。 PDR さんの正直レビュー、草、批判も多いけど頑張ってほしいわ。アサイーボウルはおしゃれで美味しそう。一度食べてみたいな。中町屋のアサイーボウル、値段高すぎて味も微妙と格差入るわ。 PDR さんのレビュー面白すぎ、正直な感想が最高だよね。アサイーボウルがシャバシャバってマジ、それはないわ。絶対行かない。アサイーボウルがシャバシャバで高いなんて、全然美味しくなさそうだね。中町屋さんのアサイーボウル、全然美味しくないって聞いてがっかり。はい、アサイーの内装おしゃれやし、行列できるのも納得やで。はい、アサイーの内装めっちゃおしゃれでインスタ映えするから行きたい。中町屋のアサイーボウル、見た目はいいけど味が残念すぎるよね。はい、アサイーのオープンおめでとう。アサイーボウル好きにはたまらないね。中町屋、
アサイーボウルのプロデュースはちょっと無理があったんじゃない？中町あやちゃんのアサイーボウル、めっちゃおしゃれで行きたい。みんなの反応としては、全体的に価格と味に対する批判が多く、TDR さんの正直なレビューが信頼されているようです。少数意見としては、話題性や中町あやさんの挑戦を評価する声もあります。当チャンネルの意見としては、中町あやさんのアサイーボウルに対する批判が多い中、TDR さんの正直なレビューが非常に参考になりました。価格に見合わない品質が問題視されており、改善が求められます。